納車整備じゃないですけど、ガソリン入れました、バッテリーつなぎました。それではエンジン始動をしてみましょう。ダックス、エンジン始動です。スイッチオン。まばたきしましたね。それでは始動しますよ。はい、エンジンかかりました。はい、スムーズにかかりましたね。ガソリンは満タンにしちゃいましたね。さあ、こんなところで、あとはヘッドライトが100、ウィンカーが、ウィンカーどうですか、こんな感じね。これ LED ですね、電球っぽいけど LED ね、のウィンカー。これ本を鳴らしてみましょう。本、感高いピッ。あと後ろをちょっと、ね、見ていただくと、ウィンカーね、ウィンカー、まあ同じ前と一緒ですけど、で、あとこれテールライトね、テールライトを見てみましょう。ブレーキね、ブレーキね、ついてますかね。はい、こんな感じでダックスに始動しましたが、いかがでしたでしょうか。ちょっと一回ね、あのオフさせていただきまして、はい、ダックス120、静かですね、ね、さすが今のバイク、そんな感じがいたしますが、どうでしょうか。はい、あとミラーつけてね、で、あと空気圧を見て、で、通常のバイク屋さんの納車整備はこれで完了です。はい、さあ、ダックス瞬きしてお出迎えみたいなね感じですよ。ちょっと一回りね、はい、で、久しぶりにね、ハンターカブ、旧モデルになりますけどね、ハンターカブちょっと乗ったんですけど、あれはやっぱり最高ですね。非常に上質な感じがしてね、はい、一方このダックスはどうなんだ。エンジンが新しいロングストロークタイプね、で、遠心クラッチということでね、まあ、そのあたりは新しいハンターカブとね同じような、感じなのかなと思うんですけど、でもなんかダックスの方がパワーがありますかね。さあこれね、私思うんですけど、ハンターカブ新しいのどうなんですかね、ちょっと不安になってくるな。それどうしてかというと振動とかね、はい、あのそういった部分ですね、はい、でうちのがこれちょっとね、あの新車で乗ったんですけど、これギアは今何速に入ってるのかがわからないって言うんですけど、うん、いやそれが普通じゃないのかと、ね、今まではそういうやつでね、で最近ほらあのタイカブ乗ってるんで、タイカブはギアポジション出るんで、それでちょっとね、最初戸惑ったみたいですけどね、あれあれっつってね、はい、まあ、これタイヤサイズとかも全然違うし、ね、まあ比較の対象にはならないんですけど、ハンターカブとは、うん、ただ金額が一緒でね、うん、でさらに遠心クラッチっていうことで、まあ、そのあたりではねちょっと金額とね、はい、どちらもね AT 限定免許でも乗れるっていうことで、まあ、やっぱりねトルクありますよね、うん、このロングストロークのねエンジンね、あとはその振動とかね、そういったのがどうかなっていう感じなんですけど、回り方がやっぱり気持ちワイルドな雰囲気が漂ってる気がするな。ハンターカブはもう少しこうなんかねスムーズで上質な感じ、旧タイプですね、古いハンターカブね、こんな感じがするんですよね。でこれ止まってればおそらくこうね、うん、そうそうそう、うん、はい、ロータリーなんで4からニュートラルに入れることができますね。はい、うん、でね、やっぱりね、ちょっと寂しいのがね、距離計ですね。これだけしかないんですよ。要は、トリップは表示できるのかな？トリップの AB はあるんだけど、それだけなんですよ。これ、やっぱり、まあ時計とね、あと平均燃費計欲しいですかね。平均燃費計があると、非常に楽しい。スーパーカブがね、ついてるんですけど、あれは非常に楽しいですよね。そのあたり、ちょっとね、大したことじゃないと思うんですけどね、それつけることによって金額が大きくは変わっちゃうとか、そんなことないと思うんですけどね。これちょっとね、あの基本的な部分はハンターカブとか、あとモンキーと同じメーターだと思うんですけど、この文字のね、そうフォントっていうんですか、なんていうのね、これが違いますね。ちょっと丸みを帯びた感じでね、これがちょっと可愛い感じね、可愛らしい感じ、ね、はい、ありますね、はい、さあこんなダックスどうすか、ね、ゆっくり流す感じでね走ってますけど、
まあ、こうやって走ってる分にはね何の不満もないっていうね、うん、何かどうのこうのってことはないですよね、うん、ただやっぱり株系のねやっぱ17インチ前後17インチのに比べると、うん、なんとなくねこう路面のデコボコの感じとかね、うん、ちょっとショックが大きいのかなとかね、うん、そんな気がしないでもないですけどね。でこれで止まってね、こうやって止まりますよね。でニュートラルね、はい、こう前にどんどん4、3、4ニュートラルみたいな、うん、感じですよね、はい、このスイッチ類はねハンターカブもうやっぱあのパッシングがついてないんでねやっぱりね、旧モデルね。ただ旧モデルはキルスイッチはついてたんですけどね、それもなくなっちゃいましたね。まあ使わないっていうことなんですかね、まあ、コスト削減、まあ、いろんな言い方がありますけど、これねギアが気持ち重いかな、シフトのこの感じが、うん、ハンターカブの方が軽い感じがしますね。っていうか旧モデルのハンターカブですけどね、うん、どうなんでしょうかそのあたりね、うん、ちょっと変わってるのか。なんとも言えないですねこっちでね、スクーターチックなんですよね、どっちかというとね。タンクがほらないのでいわゆるニーグリップできないですからね、はい、だからそのあたりは気持ちスクーターっぽいイメージですよね、はい、だけどステップはねもう決まってるんで場所が、そうするとストリートマジックかみたいなね、そんな印象も受けますけど、はい、楽しいよねこういうのはね、やっぱりそうで、ちょっとね人生の先輩のところにですね、年末の挨拶に行ったんですけど、そしたらちょっとねあ、どこさんのところに行ってますよっつって、ね、奥さんがいらっしゃったんで、で、あ、じゃあちょっと行ってみますっつってね、はい、でそこでなんか今日年末のね、うん、集まりをしてたみたいなんですよ、うん、でちょっとね、はい、行ったんですけど、あ、それでそこの、そう、鉄鋼屋さんなんですけど、鉄鋼屋さんに、CB400 スーパーフォアがあるらしいですけどね、はい、一番新しいやつね、はい、ただそれを納車の時に、すぐ買い取り、買い取りし、売りませんかみたいなこと言われたって言いましたけど、夢店でね、はい、取りに行ったその日に、はい、いやつってね、はい、うん、やっぱり夢でも欲しいんですね、中古でね、はい。まあ、買い取ってすぐねオークションに出しちゃうでしょうけど、それで儲かるっていうね、うん、一応販売しても少し儲かって、さらにそれを、オークションにさらに出して儲けるみたいなね、感じでしょうかね、はい、55キロぐらい来ました。どうなんですかね、エンジン回転どれぐらい回ってんのか。ただこれエンジン、ロングストロークのエンジンで多分燃費は異様にいいと思いますね。リッター60キロぐらいを走るのかなとかね、うん、そんなこと思いますけどね、まあ、タイカブがそうなので、はい、タイカブ70キロぐらい走るんでね、まあホイールサイズとちょっとね、うん、そういう部分から考えて、それでも危ねちょっとシフトタイミングをミスったか。うん、シフトはねこっちの方がちょっと硬い感じがしますね、新車だからかな、まあ、タイカブもでも同じタイプのエンジンだと思うんですけど、シフトはそんなにこう軽い感じはしなかったんですよね。でもハンターカブはの旧モデルはすごく軽い感じがするんで、もうカチャッカチャッっていうね気持ちいい感じなんですよね。それがちょっと違いますかね、イメージがね。もしかするとエンジン変わってそのあたり少し変わっちゃってるのかもしれないですね。まあ、当たりが、というか、鳴らし終わってね、どうかっていうことですけど、まあ、ハンターカブの方はもう1400キロぐらい走ってるんで、ね、まあ、そのまま比較っていうのはちょっとあれですけど、ただ、これはね、どうなんですかね。ここのカチャっていうのね、
気持ちちょっと硬い感じがするんですよね。うん、そう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 。ハンターカブはこの辺がもう少しですね、タッチが気持ちがいいんですね。で、だからそういうのが多分非常に上質な感じ、を受けるんでしょうね。そういう違いありますね。あ、ちなみにですね、乗ってて何の違和感もございません。はい。なんかちょっと変わったものに乗ってるなっていうイメージも何にもないです。もう、そのまますぐ乗った瞬間からしっくりきてます。はい。これが、まあ、さすがホンダ。ね。ダックスホンダ。っていうことでよろしいんですかね。ただもう少しこう、ちょっと独特感があってもいいかもしれない。ちょっとね、やっぱり少し個性があってもね、まあ、車体がこう、こう個性的なんで、もう少し個性があってもいいような気はするんですけどね。そうしないとこう、なんかこう、飽きられちゃうみたいなね。そういう部分もやっぱあると思うんで、乗れば乗るほどやっぱ味があっていいなっていうね。そういった車両っていうのが結局はね、長く、こう、愛されるのかなとかね、思ったりするんですけどね。まあ、良くも悪くもホンダ車っていう感じですかね、これね。ただもう申し分ないんじゃないですかこれは。これいろいろねいじって乗るのも楽しいでしょうし、ハンドルもう少し高くてもいいかもね。余計なことですけどね。はい。ろいろとこうちょっとねこう乗るとね、ああでもないこうでもないっていうね。でもこう夢が広がる感じがするな。非常にいいですよ。ダックスね、素晴らしい。まあ、ホイールサイズがね小さいのでちょっとね、まあそれがダックスなんですけど、そういう面でやっぱ気持ちスクーターチックなね、感じもしないでもないですけど、シフトが硬いな、シフト硬い、そう。でもそう、体感もそういえばなんか、こんな感じ、まあ、昔のね日本製のスーパーカブに比べればまあ軽いけど、でもなんとなくね、そう昔のあの日本のやつね、こうガッチャンガッチャンっていうね、いかにもこう踏んでますよっていうね感じでしたけど、さあ戻ってまいりましたよ。いかがでしょうかダックスね。あ、このギアちょっとこうちょっと硬いんですよね雰囲気的にね。でこれが単にまだ新しいからなのか、それともやっぱエンジンがこれになったからなのかっていうね、ことなんですけどね。それ考えると前のやつ、いやーハンターカブもね絶対新しい方がいいよなんて、ね、思いながらも、でも実際乗り比べたら最初初期型の方がいいんじゃないかっていうねことになりかねないからね、そのあたりも難しいですね。乗り比べてね決めるっていうのも一つなんですけど、前のやつはもう新車多分ないから、まあ中古になっちゃうんでね難しいですけど、はい、という感じで、ダックス、はい、ちょっと一回りしてみました。